いや、考えられないでしょ。音声映像来てますほら、言った通りじゃん。今、ゆかちーの放送見たみんな。なあ、言った通りだろなあ、言った通りだろバカ恋だろバカ恋。おかしくね言った通りだったじゃん。なあ、言った通りだろ私、やったよって。何が悪いのって。これがバカ恋なんだよ、バカ恋。うん。 見たみんな。言った通りでしょサメジマさんと俺が言った通りで。で、さっき、と上がってた囲いのリスナーユカチの本人の言葉だったら認めるって言ったら、なんでコメント打ってたか見たユカチが裏技だと思ってたのなら裏技だねえだって。なんだこれ。許されるわけねえじゃん。なあ、開き直ってるだろうあんなクソみてえな女囲ってるやつ頭おかしいだろ。え、裏技だと思ったって。 なんだ、裏技って。不正って認めてんじゃねえかよ。善悪が分からないじゃねえよ、バカ。囲いの、ねゆかちが裏技だと思ったって、裏技だと思ったなら仕方ないね、だって。バカこい,いや、A 番だろ、こんなの。いや、許せねえだろ。本人悪気があってやってんだろ。頭おかしいよな。普通に殺意はいたんだけど。めちゃくちゃだろ なあ。通用しねえよ。こんなの。通用するわけねえじゃん。いやもう公式に認めたんだから A 番だよ、こんな女。ふわっちから弾き出せよ、マジで。うん。何が花火ありがとうだよな。なんであんな女に花火やってんだよ。不正野郎に。不正野郎だよ、不正野郎。いや、こんなの通報対象でしょ。普通に頭に来たんだけど。可愛いじゃねえよ。あざといんだよ。 あれはひどいだろう。俺らが怒るの分かるだろう。俺とかサメ島さんが怒るの分かるだろう。反省する気なんかねえんだよ、あんなやつ。いや、通報でしょ、あんなの。A 版で当たり前だよ。反省の色ねえじゃん、こいつ。何が悪いのって。裏技だと思ったんだよねって。不正だろ、裏技じゃなくて、てめえがやってんの。反省してないでしょ。いや、コラボ上がってこいよ、マジで。徹底的に言ってやるわ。不正だろ、あんなもん。 可愛い、か愛かったら何やっても OK っていう論理なんだろ向こうの囲いは。何が可愛いだよ。可愛げなんか一つもねえよ、あんな女に。バカくせえ、マジで。通報しても、だから通報して何もなかったら運営さんは何もしないってことでしょそんなん認められるわけないじゃん。リスナーがごっそり離れるよ。いや、許せねえよ、本当に。真面目にさ、メガホン集めてた人バカみてえだよ。 鷹の花とあと何だっけさっき一つ上がってきたの。鷹の花と何つったっけ鷹の花と。なんであんな奴にアイテムを渡すの俺狂ってるとしか思えないんだけど。狂ってるだろ。金ぴらか。金ぴらって奴のコメント見た。裏技だと思ったんなら仕方ないね。だって。馬鹿じゃないの気持ち悪い。大丈夫かよ、マジで。コツコツやってる人に対して謝れよな。 本当に虫塚走るんだけど。こんばんは。いや、反省なんか全くしてないでしょ。私悪くないですってことでしょ。いや、詐欺罪でしょ、あんなの。いや、運営さんね、普通にね、あの、あれだよ、これ、刑事事件にしてもいいぐらいだよ。いや、もう同じ配信者として恥ずかしいんだけど。マジで。俺、なかなか嫌いとか言わないけど、 俺本当に嫌いとか言わないけど、配信者で。なかなか言わないけど、俺宣言するわ。こいつ大っ嫌いだわ。このユカチーってやつ大っ嫌いだわ、俺。大っ嫌いだよ、こいつ。同じ配信者として大っ嫌いだよ。もう詐欺とか関係ねえよ。うん、俺の話なんかしてねえんだよ。こいつクソだよ、クソ。不正アクセスでしょ、こんなの。 いや、これで普通に囲ってるの頭おかしいよ。人として嫌いだよ。うん。いや、めちゃめちゃ珍しいよ。俺こんなには徹底して言わないから。俺はっきり言うよ。こいつ大嫌いだわ。こいつ NG だわ。本当に。こいつコラボ二度とし、二度とつがしない。もう、こいつがいるコラボには絶対行かない、こいつ。 他の不正っていうか、不正をしてたのを、この態度はねえだろ。ハートありがとう。いや、こんなの囲ってるの頭おかしいやつだよ。こんなの花火投げてるやつとか頭おかしいやつだよ。狂ってるだろ。こんなの許されるわけねえだろ。他のリスナー騙して私だけいい思いしたらいいんですよって言ってるようなもんなんだぜ。ありえねえよ。いや、ブロックしたら監視できないから。ブロックしたら監視できないから。ブロックはしないよ。ただ俺はこいつは嫌いだよ。 こんなの許されるはずねえじゃん。ありえねえよ、こんなの。なんだこれ。いや、これ広告会社とか運営会社にちくるべきだよ。そんなの。こういう奴がいて、刑事事件で訴えるべきだよ、こんなの。広告払ってる人は。ありえなくないこんなの。いや、無期になるだろう。だって俺のリスナーさんが騙されたようなもんなんだから。 いや、花火上げてる人、これ、こんだけ悪いことして、反省の色もなくて、まだ花火上げる奴がいるんだよ。いや、バーンスするかしないかまあ、見守ろうよ。ちょっと。ただ、これはありえないでしょ。私だけど、何が悪いのだって。考えられねえわ。謝るかと思ってたの。認,認めた上でごめんねって言うかと思ったら、何が悪いのって態度じゃん。いや、運営さんどうすんだろうね、これ。どうするつもりなんだろう、これ。 え、これさ、普通に A 版でよくない俺 A 版で正しいと思う。A 版で軽いぐらいだよ。A 版にして、刑事事件で告訴するべきだよ。ふわっちは。だってさ、これさ、マンスリーランキング1位のやつ20万もらえるんだよ。不正してて20万もらえてラッキーじゃんって言ってるんだよ。いや、引退でも甘いよ。これ刑事事件にするべきだよ。そう思いませんそう思いません えみんな怒ってないのあきんぴらごぼう来たよ。そまっ,って言い分聞こうぜ。もし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 あ、もしもし。あ聞こえるもしもし あ、もしもし聞こえます聞こえますあ,あ,あの、上がり直します。あ、いや、待って待って。 ももしつもなしがるまで時間かかるから、もしもしつながるまで時間かかるから、つながるまで時間かかるから、待って。<laughs> ももしもーしみんな聞こえてんのかな聞こえてる聞こえてるみんな。固まった聞こえてない。動いてる。動いてる。声は俺の声だっけ突者の声聞こえてない 俺の声しか聞こえないちょっと待って、コラボはね、 上がるまでだちょっとみんな耐えてね。喋りながら耐えて。今見えてたら、え、音声と映像問題なかったら手挙げて。音声と映像問題なかったら手挙げて。今大丈夫。いや、A 版でしょ、あんなの。A 版で軽いぐらいだよ。ちょもう一回、金ピラ上がって。金ピラもう一回上がって。金ピラっていうのはちなみに、あの、ゆかちのガチカっこいいね。 本人の本人の口から認めたら不正認めるって言ってたやつねどんな言い訳するのか聞いてみようちょっと声出してみてギンビラ聞こえるあ聞こえますか聞こえるよ俺はあ俺も聞こえます え何,何あのささっきの言い分だと認めないって言ってたじゃん本人の口から不正をやってたことをやるまで、はいはい、謝ってくんね俺らが言ってたこと間違ってなかったじゃん疑ったこと謝ってくんね俺と鮫島さんとかにいやまあ本人が認めたんならまあ、まあ、それが全てそうじゃなくて俺ら疑われたんだお前にあ俺っすかお前疑ってたじゃん要は湯勝悪くないって鮫島さんもう証拠出し証拠出せっつって証拠出してて、はい まず俺と鮫島さんと五十六さんに謝るべきなんじゃないのお前はああまあそれはまあ申し訳なかったですねそれはうんうんそれは申し訳な,し訳なかったですけどでもやったところで何言って話じゃないですか <laughs> でもな全然笑えないんだけどいやなんかやったところで何なん,なんですか結局 いや、だから、広告主も迷惑かけてるし、普通にやってる人に迷惑かけてんだいや、それは別に広告主が言うことであって、別に和藤さんが言うことじゃないですよね。じゃあ、じゃあ、うちのリスナーが迷惑してるんだ。いやいやなんか、すごいなんか、見てて思ったのが、なんかすごい、ユカチの名前使って売名してるなーとしか思えないんですけど。売名してるなぁじゃないよ。消えろっつってんの。あんなクソみたいな女。いやなんか売,売名してるんじゃないの、ね、それなんか。いや、売名とかじゃないよ。もう消えろっつってんの。いや、多分消えないでしょ。いや、消えるでしょ、こんなの。誰も許さねえよ。 いや消えない消えないうん謝らない謝らないえってか何ワドさんは何どどうなってもらいたいのじゃあんあワ,ワドさん声聞こえないよ逮捕されるべきだわワ,ワドさん声聞こえないよ 聞こえてるよみんなは聞こえるええみんなは聞こてるよえなにワドさんは最終的に何ど,どうしてもらいたいのなんかすごい騒いでるけど A 版, A 版タイトルに書いてあるじゃん A 版にするべきっていやそれは無理だろうねな何を言ってるの無理だろうじゃなくては俺はどういや声途切れてる声途切れてるお前無理か無理じゃないって俺はどうしてほしいのってお前が聞いたから A 版にしてほしいっつったんだよ いやだからエヴァに欲しいエヴァにして欲しいって思うんですよだから和田さんはそうだようんいや多分エヴァにならないでしょだって悪くないもん悪くないとか言ってんのうんだって悪くないじゃんお前本気で言ってんのそれ俺本気で言ってるよ本気で言ってるから上がってきてる思うよって言ったじゃんえ何 ユカチが認めたらそれは認めるって言ったじゃん悪いことはいやまあだからユカチが認めたら認めるって言ったけどだからユカチがやったのはまあ俺も認めるけどだからやったところで何なのそもそもやったところで何なのってうんん <laughs> いやなんかやったから何なのかなとちょっとさプツプツだからさ次はかわってきてもいや多分俺の声じゃなくて多分だんたじゃサーバーの問題だから うん。いや、多分ね、ワドさんの回線が悪いんだと思う。